ニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・メッツ、略称、ニムは、メジャーリーグ・ベースボール、以下、MLB ・ナショナル・リーグ東地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、ニューヨーク州ニューヨーク・クイーンズにある、シティフィールドの、ナショナル・リーグの球団拡張で誕生した球団で、ニューヨーク・ヤンキースと同じくニューヨークに、本拠地を置いている。ちなみに、メッツとは1880年代に存在した。 ニューヨークメトロポタンズ、メトロポリタンとは、都会人の意というチームの愛称をもとにしている。ヤンキースとの対戦は、サブウェイシリーズと呼ばれ、MLB で最も熱いカードの一つである。サブウェイとは、地下鉄のことで、両チームの本拠地である、シティフィールドとヤンキースタジアが地下鉄で結ばれている、ことに由来する。しかし、上昇軍団と言われるヤンキースに比べ戦力、 知名度ともに劣っており、と2度のワールドシリーズ制覇を成し遂げた時期を除いて、位に沈むことが多い。近年は、積極的な大型補強を行っており、28年ぶりの地区優勝、には15年ぶりのリーグ優勝を成し遂げるなど、長年続いた、低迷期から脱しつつある。日本では、知名度及びマスコミの報道頻度で、ヤンキースに比べやや地味な印象が否めないが、 本拠地ニューヨークではヤンキースに負けず劣らずの人気を誇っている。これまでにから柏田隆吉井正人、野茂秀夫、新庄剛、松井和夫、高橋健、石井和久、高橋久則、高津慎吾、井原嵐良太、松坂大輔といった日本人選手が所属。また、柏田と契約した十七年には、プロ選手経験会務の立花隆二も、 トレーニングコーチとして採用し史上初の MLB 球団日本人コーチとなった、これまで最も多くの日本人選手在籍の MLB 球団。また、韓国人選手でメッツ在籍と前後して、オリックス野球クラブにも在籍したグーツアキラ、ボクサンヒロシも在籍。かつては前ロッテ監督のボビー・バレンタイン、元オリックス監督のテイリー・コリンズが敷き取った。日米野球では、 全米や MLB 代表し、単一チームで来日しには、東京ドームで開幕戦、アジア及び日本初の MLB 公式戦を行ったことでも知られ、対戦相手は、シカゴカブス、日本でも馴染み深いチームである。も、合衆国の自治領プエルトリコで開幕戦を開催した、メジャーリーグベースボールの海外公式戦一覧。現在は、中心選手の多くを、プエルトリコ、 ベネズエラ、ドミニカ共和国といった中南米出身の選手が占めているの。のナショナルリーグ球団各庁を機に誕生。球団名は都会校を意味するメトラパリットンスから取られた。チームカラーのうち、黒とオレンジはジャイアンツ、青はドジャース、いずれもまでニューヨークに本拠地を置いていたの、チームカラーから取ったもので、帽子の NY マークもジャイアンツが使っていたものが取り入れられた。 本拠地には、かつてのジャイアンツの本拠地だった、ポログラウンドを利用していた。初代監督にはに、ヤンキースの監督を務め、12年間で10回のリーグ優勝と7回のワールドシリーズ優勝を成し遂げた当時72歳のケイシー・ステンゲルが就任した。当時も拡張ドラフトは行われていたが、近年のそれに比べて、新規参入球団には、 不利なため選手層は薄く発足1年目は40勝120敗20世紀以降の MLB ではワースト3位である勝率250で終えた観客動員も振るわずポログラウンドが満員になったのはかつてニューヨークを本拠地としていたドジャースやジャイアンツを迎えた試合のみであったその後も成績はかんばしくなくステンゲルマ監督を務めた4年間は いずれも100敗以上を喫し、最下位に終わった。ステンゲル監督は、皆さん、ぜひメッツの試合に来てください。素人顔負けのプレーが見られますよ。と呼びかけ、球団幹部から、名セールスマンと褒めたたえられた。1964年に、本拠地を、シェイスタジアムに移した、お荷物球団として扱われていたものの、にトムシーバーが、メジャーデビューを果たし、新人王を受賞。 2は、かつてのドジャースの強打の一塁手ギル・ホッチスを監督に迎え、新人のジェリー・クーズマンが19勝を挙げるなど、徐々に力をつけていった。ナリーグが12球団に拡張し、東西に蓄勢となった、初年度の2は100勝62敗で、初の蓄優勝。アトランタ・ブレイブスとのチャンピオンシップシリーズを3、連勝で勝ち抜いて、リーグ優勝。 そして不利が予想されたワールドシリーズでもレギュラーシーズン109勝53敗のボルチモアオリオールズを4勝1敗で破りワールドチャンピオンに輝いたこのお荷物球団のまさかの快進撃はミラクルメッツミラクルメッツと称された世界一になったことを受け友情パレード当日の天気予報はニューヨークの天気を晴れところにより紙吹雪と息に祝福した 2. ホッチェスの死後、ヨギベラが監督となってに、再び地区優勝、リーグ優勝を成し遂げるが、ワールドシリーズでは、当時3連覇を果たしていた、オークランドアスレチックスに敗れた。その後はしばらく低迷するが、2は、日本の読売ジャイアンツでもプレーしたデイブ・ジョンソンを、監督として迎え、2度目のワールドチャンピオンとなった。安定した、投手陣、卒内打線で、ぶっちぎりの優勝。 エースにはドワイト・グッテンの新人王、主砲にはダリル・ストロベーリーの新人王など若い世代の選手たちが活躍した年でもあった。ワールドシリーズではボストン・レッドソックスに2勝3敗、敗北まであと1球と追い込まれながらも逆転優勝をつかみ、ミラクル・メッツ、またはアメージング・メッツ、アムシン・マッツと呼ばれた。その後は2、 地区優勝を果たしたものの、リーグ優勝決定シリーズで、大方有利の予想ながら、ドジャースに敗れた。それ以後は低迷し、から6年連続で負け越し、には26年ぶりに負け数が100を上回った。シーズン途中からボビー・バレンタインが監督に就任。27年ぶりに勝ち越し、前々年に、同一リーグで、ノーヒットノーランを達成し、日米野球、第2戦で、 同時先発出場したソウルオリンピック野球日代表のモ、2006ワールドベースボールクラシックイタリア代表にもなるマイクピアザのドジャース多国籍バッテリーを獲得した。ノモが対談、吉井が残留したにはシンシナティレッツの本拠地リバーフロントスタジアムでのメジャーリーグベースボールワンゲームプレイオフ2個から0で圧勝しワイルドカードでポストシーズン進出を果てた。 ディビジョンシリーズでアリゾナダイヤモンドバックスを破るがリーグチャンピオンシップシリーズでアトランタブレーブスに敗退も前年に続きワイルドカードでプレイオフへ進出順当に勝ちワールドシリーズへ進出したが相手は同じニューヨークの球団ヤンキースだったインターリーグにおいてメッツ対ヤンキースの対戦カードをサブウェイシリーズと呼ぶがこれがワールドシリーズでは 初めてのサブウェイシリーズとなった。メッツは全くヤンキースに歯が立たず、敗退した。なお、このシリーズでは、メッツの主砲、ピアザの折れたバットが、ヤンキースの主戦投手、ロジャー・クレメンスの近くに飛び、クレメンスが拾ったバットを、ピアザの方に投げたことで、両軍騒然となり、以後もこの両者には、イコンが残った。その後には、新庄剛志が FA で移籍し、 守備力は強化されたが、翌に、新庄は放出され、新庄は、その翌年のに一年の未復帰、逆に、モーボーン、ロベルト・アロマー、ジェロミー・バーニッツ、ロジャー・セデー・ニョラ大物を続々と補強したが、75勝86敗と6年ぶりに、負け越した。大リーグで2番目の年俸総額が揶揄され、1億に0ドルの間違いと酷評された。2は、 前年20代の若さで、メジャーデビューしたホセレースを2塁へコンバートして、松井和夫を獲得したが活躍できずに終わり、シーズン途中にコロラドロッキーズへ放出された。また2004年シーズン途中にスコット・カズミアをトレードで放出したが、その直後にメジャーデビューを果たしたンパベイレイズのエースとなってしまった。一方で、デビット・ライト、 ホセレースの三遊間コンビが頭角を表していった。2、GM に、オマー・ミナヤが、監督に、ウィリー・ランドルフがそれぞれ就任し、チームは力をつけていった。FA で、ペドロ・マルティネス、カルロス・ベルトランを大型契約で、獲得、83勝79敗と5年ぶりに、勝ち越した。オフに、フロリダ・マーリンズから、カルロス・デルガドとボール・ロデューカーを、 フィラデルフィア・フィリーズからビリー・ワグナーを獲得。迎えたは18年ぶりの地区優勝を果たしたが、リーグチャンピオンシップシリーズで、セントルイス・カージナルスに敗れ、ワールドシリーズ進出はならなかった。前年の主力の多くが残留し、モイゼス、アルー、ルイス・カスティーヨが加わったは、序盤から好調で2年連続の地区優勝が、確実視されたが9月の終盤戦で失速。 シェイスタジアムで行われたレギュラーシーズン最終戦でマーリンズに敗れ1ゲーム差でフィリーズに地区優勝を奪われた残り17試合で7ゲーム差をつけながら逆転で優勝を逃したのは ML 史上初の出来事だった2月にヨハン・サンタナを6年総額1億3750万ドルと球団史上最高金額で獲得し巻き返しが期待されたが序盤は 丁明、6月17日に、ランドルフ監督が解任され、ジェリーマニエルが、監督代行に就任した。監督交代後は10連勝を飾るなど巻き返しに、成功し、一時単独首位に立つが9月に、フィリーズに交わされ2位へと転落した。9月28日、この年限りで平常する、シェイスタジアムで行われた、レギュラーシーズン最終戦でまたもマーリンズに敗れ、1ゲーム差で、 ミルウォーキーブルワーズにワイルドカードを奪われた。2008年シーズン終了後に本拠地、シェイスタジアムは解体、隣に建てられた4万5千人収容の新球場のシティフィールドが新本拠地となった。同じくヤンキースも2008年シーズン終了後に新球場に移転した。このため、シェイスタジアムのラストイヤーとなった2008年は、前年度より大幅にチケットの売り上げが伸び、 ナリーグの球団としては1993年のコロラドロッキーズ以来となるシーズン入場者数400万人、約404万人を達成することとなった。またレギュラーシーズンにおける平均入場者数も5万人を超え、これもナリーグの球団としては1994年のロッキーズ以来のこととなった。二千十三年のサブウェイシリーズでヤンキースに球団史上初のスープ、 同一カードを全勝することを果たした。シーズンは、レギュラーの野手8人のうち、今シーズンの途中に、タイガースから新加入したレイフトのヨエニス・セスペレスと、昨シーズン、サブウェイシリーズのライバルヤンキースから加入したいとの、グランダーソン以外が生え抜きで構成され、当主に至っては、前年の新人王のジェイコブ・デグロムが14勝、2013年の、 オールスターゲームで先発したマット・ハービーが13勝、ルーキーのノア・シンダーガードが9勝と、ハエ抜き投手が力をつけ、42歳のバートロコ、ローンが31イニング連続無失点を記録し、サイヤングの持っていた42歳以上における連続イニング無失記録を4イニング更新する、頑張りとマイナー時代から培ってきた競争力と団結力を武器に2008年以来の10連勝。 さらに4月23日のブレーブス戦にも勝利し、1990年以来25年ぶりで、球団史上大記録の11連勝を果たしたが、その後やや失速し一時は、区連覇を狙うナショナルズに、首位の座を明け渡してしまう。しかし7月31日から行われた、そのナショナルズとの首位攻防戦をスイープするとそこから、7連勝。一気に勢いづき、 2006年以来9年ぶりのナショナルリーグ東地区優勝を果たした。9年ぶりのポーストシーズンでは、ドジャースとのナショナルリーグディビジョンシリーズ第2戦で、チェイス・アトリーの激しい併殺崩し、スライディングでセカンドのルーベンテハダが故障で退場すなどもあったが、2015年10月12日の第3戦では13から7と、ポストシーズンにおけるチーム記録の13点を奪い、退場した。 リーグチャンピオンシップシリーズでは、ポストシーズンに入るまで一度も勝つことができなかったシカゴカブスとの対戦となったが、チームはこれまでとは全く違う勢いで4連勝した。しかも、マーフィーがドジャースとのディビジョンシリーズ第4戦から6試合連続ホームランという、MLB のポストシーズン史上最長を記録する10カブスをスウィープし、15年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。 中五日で迎えたワールドシリーズではカンザス式ロイヤルズと対戦するもカブスをスイープしたことで試合感が鈍ったのか中三日で迎えたロイヤルズのホームカンザス式で連敗した舞台を地元ニューヨークに移しても第三戦に勝つのが精一杯で結局は一勝四敗で敗退したその要因として第一戦ではポストシーズンで5回のセーブ機会をべて成功し しかも、無失点だった。ジェウリスファミリアが、第1戦の9回裏に一死からアレックス・ゴードンに、同点ホームランを打った。第4戦では8回表に講述するセカンドのマーフィーに、第5戦では、ファーストのデューダにそれぞれ足を引っ張られて被弾し、セーブ機会をすべて失敗した。カンザスシティでの初戦で、延長14回にサードを守るキャプテンのライトが、 早急エラーでその後のサヨナラ負けにつながり、本拠地での第4戦では8回に、セカンドのマーフィーが同点のタイムリーエラーを犯し、3から5と2点ビハインドの状況だった9回裏1、アウト1塁2塁と一発が出れば逆転サヨナラとなる。場面で迎えた5番デューダの打席で、打球はサードムスタカスの正面に飛ぶライナー。さほど強くないライナーだったにもかかわらず、 ファーストランナーのセスペデスが戻りきれずにダブルプレイを喫してゲームオーバーに。後がなくなった第5戦では9回表の1-3塁の場面で打球はライトへのゴロ。その際ライトがファーストへの送球体制に入ったと同時にエリック・ホズマーがギャンブルスタートを仕掛けホズマーを刺そうとしたファーストデューダが悪送球をしてしまい同点とワールドシリーズにおいて守備や走塁でミスを犯すと リードした時期がありながら、そのリードを自ら入ってしまい敗すべて、逆転負けを喫する羽目となった。オフには、ダニエル・マーフィーが FA となり、同地区のナショナルズへ移籍した。は、87勝と検討したものの、ベテラン監督、ダスティ・ベーカーや MVP 級の活躍のダニエル・マーフィーなどを補強したナショナルズが、地区主を独走し、メッツは、 ワイルドカードでのプレイオフ進出となった。本拠地で開催されたサンフランシスコジャイアンツとのワイルドカードゲームでは8回までスコア0から0だったものの9回表にクローザーのジュリーリスファミリアがコナーガレスピーに3点本塁打を打たれ相手先発のマディソン・バンガーナーには完封を許して敗退した。オフには FA となったヨエニス・セスペデスが FA となったが4年1億1000万ドルで 残留し、ここ3年間で44勝を記録していたバートロコ、ローンがアトランタブレーブスに移籍した。1981年に設立され、27人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。